はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。こちらですね、リジスコア突入したんだけれども、ちょっと怖くなって逃げてきたっていうところですね。とりあえず中心点まで行かないといけないので、まあまたアクティブクロークを使って中心点まで行きますか。まあ、中心点はそんなに遠くはないので、サクサク進んでいきましょう。まあアクティブクロークもだいぶ活躍してますね。さあここです。移動しますと、リジスコア、ここって敵出るのかな。ノーエンカウントにはなってるけど、うん、ここでイベントが多分起こる。起こった。ここは我が名はリジェス。どこだ、姿を見せろ。どこだだと愚問だ。貴様らはすでに我が内なる世界に入っているのだ。まさかこの空間そのものがリジェスということか。何が目的だ。我は全ての平行宇宙を融合する。悪の名のもとにあらゆる存在が我が血となり肉となるのだ。そんなことさせるものか。何とでも言うがいい。自分の言葉を吐けるのも残りわずかだ。間もなく貴様らは死ぬ。そして我が一部となるのだ。いでよネオジオング。ネオジオングいるんだ。シナンジュやられちゃったけど、こいつは我が器であるシナンジュに新たな力を与えたのだ。あ、そういう設定ね。さあネオジオングよ、その者どもの息の根を止めよ。グオー。シナンジュとしての意識はもうなさそうっすね、ネオジオング。おお、なんかボスっぽい音だ。うん、まあ普通に行きましょう、いつも通り。スタンならないよな。一応このターンだけやってみますか。こいつはどうしよう。あ、そっか、メテオでゲージを貯めましょう。2100、一定600。まあもう一旦だけやるか。スタンに望みをかけて回復させておきましょう。いつ何時食らうかわからないからな。おっと、なんだプレッシャー。マジかー、スキルが発動できない。プレッシャー厄介だな。万能キット、もうエネルギー供給にしよう。メテオ、あ、そう、ダブルオーは3ターンに1回2回攻撃ができるんですよね。そういうアビリティをつけました。そして今かわされたことぞ。でターン A は攻撃するたびにヒットポイントが吸収できるっていう。どうしようかな。アストラ、回復はいいかな。メテオ、なんかむずいな。バスターソード、ビームサーベル、これちょっと使ってみよう。ウルトラマーンとヒールレイン打っときましょう。おお、効果がなかった。マジかー。寂しすぎる。で、6ターン目なんで2回行動っすね。と言ってもやることは変わらないけど、じゃあアストラであげとくか、自分を。で回復と、うらやき2900、3050。めっちゃ当たんなー。いけー、やばいやばいやばい。大丈夫か。んー、どうしよう、削れなそうだよな。まだ半分近く残ってるからな。攻撃に移るか。くらえ、うわー、スタンした。マジか。これはちょっとスタンしてるから直さないとまずいな。万能ライフキット、エネルギー供給の
一応ヒールレインを打っとこう。なんだなんだなんだ、エネルギー攻撃属性が無効か、マジか。こいつエネルギー属性しかないんだけど、むしろトランザム発動させよう。あ、じゃなくてこっちにしよう。やっぱりツインドライブシステム切れるまで待ちましょう。エネルギーはダメだから、ランダムハンマーでいくか。こいつは普通にあるはず。切りもみキック、ヒールレインですね。いや、ここでツインドライブを2回使ってもしょうがないしみたいな。あ、エネルギーの射撃が無効か。エネルギーの斬撃だったら、いけ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 、マジか、大丈夫か。てかダメかちょっとターン A を回復させたら、自分で回復できないかな。ガードしとこう、なんかしでかすと嫌だから。で、こいつは回復と。もうなんかやらかしたよ。もういって、危ない危ない危ない、死ぬ、またパニックか。11ターン目か。よし、ここでちょっと行きましょう。3ターン使って蹴りをつける。あ、蹴りをつけるって言ってもやることは変わらないけど、ヒールレイン回復くらえ。痛い痛い痛い、パニックったパニックった、マジかよ、1000こんな時に2回使えるんで、トランザムコンボ2回使いましょう。月光町打ってねーし、あとちょっとか。ゴールデンエクストリーム、いやでもな、回復の方が優先だな。痛いよー、いってマジかよ、なんなんだマジで。あとちょっと、あとちょっと、どうする、押し切れるか。とりあえず大復活キットで回復させとこう。で、オッケー、よーし、オッケー。まあ、ちょっと危なかったけど大丈夫だったかな。ネオジオン、ガーン。ここでシナンジュが出てくるとかそんなんないよな。うん、それはなさそうだ。やったぞ、思ったよりできるようだな。だが次はどうだ。仮面ライダーによって倒されてきた者たちの怨念が破壊の象徴たる姿となり、貴様らを滅ぼす。いでよ、岩石大狩猟。また戦うの、しかも強そうだし。岩石大狩猟、岩石大狩猟は全てを破壊し尽くすまでその動きを止めぬ。貴様らの命運もここまでだ。やれ岩石大狩猟、ゴー。うわー、マジかよー、誰か減ってたな多分。てか結構減ってる。きついきついぞこれは。まあでもやるしかない。とりあえずヒールレインを2回打とう。火とか絶対効かなそうだしな、スタンも絶対効かなそうだしな。むしろエネルギー系の方がいいのかな。光属性とかどうなの。ちょっとまずは回復だな。くらえ、あー、ガードされてる。うお、1 痛い。回避率が上がったって。エネルギー射撃とかはどっちがいいんだろうな。ガンダムハンマー、切り込みキック、こいつあれだ、プリズムブレイク使って上昇効果を打ち消しておきましょう。切り込みキック、97、弱い、98、回避率が元に戻った、上昇効果。うわ、こっちの回復が上がった。てか何、全然当たんねえんだけど。
どういうこと？バスターソード。ビームサーベイ。何が効くんだ？レオパンチ。適当。ちょっと待った。上昇効果を打ち消したいから、ターン A で回復させよう。で、なんだ、何が効くんだ？エネルギー供給。こいつは、プリズムブレイク。バスターソード !149、156。3。バスターソード効いたよな。斬撃だな、斬撃。エネルギー斬撃は効く。ビームサーベル回転切り。こいつはちょっとアストラで。で、プリズムブレイク。いてー。いや、効かなかったな。いや、なんだ。ターンによって効くものが変わったり変わんなかったりするのかな。いやちょっとマジでわかんないなこれ。ターン A で回復させて、アストラ、リズムブレイク、クーラー106。お、斬撃に対する防御力が低下した。今だ。斬撃。ビームサーベル、こいつは役に立たない。いて、こんな時にひるんだ。おお、よし、ようやく当たった。攻撃力が上がってる。ターン A は回復。ウルトラマンは斬撃なくね。マジか。とりあえず切りもみしとくか。プリズムブレイク、切りもみキック、87。ただ全然減ってねえな、相手。いてー。斬撃、自己修復機能使おう。斬撃がないのが痛いな。切りもみキック、97。1090。よし、うおー、回避率が下がった。どうする、ちょっと打つかラッシュを。2ターン打ちましょう。斬撃はライザーソードは効くな。でもライザーソード2回打てないかな。ここは普通にバスターソードで2回打って、こいつは月光町じゃなくてターン A コンボか、斬撃だと。シューティングビームで、まあ、ヒールレインだな。クーラー3500、クーラー3700。よし、シューティングビーム弱い。ターン A コンボ。いらーい。なんだ、さっきなんかあったな。ライザーソード、ターン A コンボ。ちょっと SP がなくなってきたから、パラスピードタブを1回打っときますか。で、こいつはプリズムブレイク、ライザーソード、 OK。 いやー、ちょっと苦労しましたね。2人で秒上がった。これまた次とかないよな。ガー、消え去れ。よし、ほう、どうやら貴様らは我を本気にさせたようだが、全ては計画通りだ。なんだと、うおー、怨念が。
様らに倒されてきた。すべてのしもべの怨念はこの空間に集まり、大いなる闇と融合した。いでよデモンゾア。マジかよ。ユアデモンゾア。あらゆる光を消し去る究極の闇が貴様らの存在を葬り去ってくれよう。三連戦かよ。クアンタの SP がない。とりあえずやることないからツインドライブシステム打って、いや自分で回復させるか。いややっぱりターン A で回復させよう。ツインドライブ打って、一応持ってるはずだよな。ギガスピリットサーブが150か。よし OK、 これでいこう。でウルトラマンと仮面ライダーはレベルが上がったから全開してるな。一応レオチョップを打っとくか。でメテオで貯めて、よしこれでいきましょう。ツインドライブシステム、メテオー、でででレオチョップ、よしこれは結構当たるな。でまたバスターソードで攻撃していきますか。もう一回ギガスピリットタブを打つか。そうするとレオチョップでヒールレインとくらえ、よし3100。まあなんかダメージは、おおおお、なんだなんだなんだ、死んだ死んだぞマジか岩石大種類は多分ヒットポイント少なかったけど、ダメージが通らないからなんか、おおおお、バスターソード。ターン A どうしよう。ターン A は自己修復機能を使おう。で、こいつはアストラで一応ヒールレイン3を打ちますか。やばい、もう SP がなくなってきた。うお、あぶねえあぶねえ。なんか多分体内に捕らえてきたみたいなのを使われると死にますからね。ギガスピリット多分1個しかない。で、一応アストラを打って自分に打つか。でメテオとくらえ、うおー、よしよしよし。うん、パラスピリットタブを使おう。アストラ、こいつはもうちょっと仮面ライダーはずっと回復に入らないとまずいな。3100、3900、もう痛い、よし。バスターソード、ようやくターン A も攻撃に入るな。どうしようかな、これ溜まってんな。使っちゃおう一回シューティングビームを普通に。で、ヒールレインと、うおー、よし8900。なんかいけるかな。いやちょっと待とう。トランザム、エネルギー供給が攻撃力的には強い。ヒールレインじゃなくて自分でヒール3を打とう。トランザム、お、死ぬなよ。危ねえ危ねえ。よしここだ。お、マジかよ。なんでこういうタイミングで。全員ガードでいいかな。痛い。うん、大丈夫だな。耐えろ。エネルギーを貯めている。おお、なんかチャンスっぽいけどなんか強烈な攻撃が来そうだかんな。うおー、マジかよ。トランザムの効果切れちったよ。この力を使ってでも、これがガンダムだ。諦めるか。よし、ダブルコード。さあ、じゃあこっちもラッシュをかけますか。ウルトラマンタイムが終わってるけど、
トランザムコンボ絶好調。こいつどうしよう、一応使おう。クリティカルが出ればダメージ通りますからね。よし押し切れ、くらえ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 、うおー死んだどうする、ガンダムウルトラコンボ、ガンダムウルトラコンボ600しかない攻撃力が。だったらトランザムコンボを使った方がいいな。でレオキック生き返らそう、復活効果ない、くらえ、あと一旦押し切れるか。とりあえずこいつはトランザムコンボで、ビーズライフル、エネルギー供給、ゴールデンエクストリームじゃなくてマキシマムドライブコンボしかない。いけるか、このちょびっとメーターが残ってるけど。2200、よし、ふぅ、きつかった。もうないよな、さすがにもうないよね、こっからリジェス戦とか。それはさすがに勘弁してよ。やったぞリジェス、一旦帰らせてくれ。リジェス終わったのか、わからんな。しかしなんだこの静けさは。ゴゴゴー、いやー出てこなくていいから。なんだ、道が、我を倒したければ進むがよい。うん帰る。リゼス奥にいるんだな。何をしている、我が直接相手をしてやろうと言っているのだ。だから帰るリゼス今この瞬間も仲間は闇の力に耐えている、一時も無駄にはできない。いやでも帰るよ。ああ行こう。行きません真の決戦、光と闇。いやさすがに無理っす、帰ります。リターン。はい、ということで、まあ3連戦やっただけでちょっといい時間になっちゃったので、まあさすがにきつかったっすね、予想外っす、さすがに3連戦は。ということで次はもう普通にリジェス戦になりそうな感じなので、今回はこれで終了して、次回またやっていきたいと思います。